こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日は、雑談をお送りしていきたいと思います。今日は2019年の3月15日です。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集します。よろしければYouTube の説明欄からご登録いただけますのでご登録ください。Amazon 楽天のリンク貼ってあります。一度踏んでいただいてお買い物をしていただきますと、当読書会に紹介料が入りますのでご協力ください。あとはですね、チャンネル登録、グッドボタンも、お願いします。今日、3月15日の22時から、トルストイのイワン・イリッチの死という作品で、ツイキャス読書会をやります。私全部朗読してるんで、よければ聞いてもらえればなと思います。今日お話すの、葬式と儒教の話をしたいと思います。私最近儒教、儒学に興味がありまして、なんで興味が湧いたのかっていうと、論語とか老子とかの本は持ってたんですけど、読まなかったんですよ。持ってるだけで。持ってて読まない本なんかたくさんありますけども。で、たまたまね、パラパラめくってたら、ビシビシ突き刺さるいいことが書いてあるなと思って、ちょっと驚いたっていうのが一つ。で、少しずつその、なんですかね、知識も増えてきたっていうかね、いろいろ考えてるうちに、儒教的なものにたどり着いたというか、とりわけその、夏目漱石の作品で、先週、門の読書がやったのかな。やった時に思ったのは、道って言葉がよく出てくるんですね。論語の中にその、明日に道を聞かば夕べに死すともかなりっていう言葉があるんですね。それどういうことかっていうと、朝に道を聞いて得したならその晩死んでも心残りはないっていう。で、この道っていうのは何なのかっていうことですね。これが非常に、理解しづらい問題。言ってみれば、なんて言うんだろう。仏教で阿弥陀、浄土真宗では阿弥陀の本願と阿弥陀如来の本願みたいなもんですね。阿弥陀如来の本願が分かれば死んでもいいって言ってるようなもんですね。そういうふうに、仏教とも深く結びついてるし、禅宗自体がですよ、その儒教的な枠組みの中でこう仏教が変わっていったもんじゃないかって説もある。そんなことをいろいろ考えてて、先週やった門のね、後半部分は、臨済宗のお寺に、宗助っていう主人公が、参禅するって話になってると。で、そこでね、道は近くにあんでも遠くにあんでもないとかね、義道っていう、まさしく道っていう名前の、お坊さんみたいな、運水みたいに言われるわけですね。で、みんな、その道ってのは何なんだと。人としての道を悟ることができれば死んでもいいって思えるほどの道って何なのかって問題が、ちょっと私のテーマになってきてる。ただ、よくわかんない。今の日本社会って道を見失ってるとは思いますよ。だからって言って、儒教道徳を取り戻せばよくなるって言うと、それは思わないんですけども、全くもって。だけど、踏み外すとか、道を見失ってると、何かこう、真理が覆い隠されてて、みんな、ごまかし生きてるなと、欺瞞と虚偽の中に生きてるなって気がします。今日やるね、トルストイの作品は、トルストイ的にキリスト教に破門されてますから、教会に。トルストイも後半、教会の、驚愕だから批判しまくってたら破門されちゃったんですね。で、そのキリスト教によらずに自分の死っていうのをどうやって意味づけるかって問題が、イワン・イリッチの死っていう作品に書いてあるなと思って、普通のお役所の裁判官が病気になって死んでくって話なんですけども、自分の積み上げてきた生活が全部嘘だったって気づいていく話なんですね。じゃ嘘だったら本当のものってのはどこにあるんだっていう、問題があると。で、その東洋哲学で言うと、その本当のものっていうのは、道だっていうことになるんですね、どうやらね。そんな話は今日、
読書会で、皆さんの感想を読み上げながらたくさんしたいと思いますけども、今日はそれで「儒教とは何か」って本をちょっと買いまして、中高新書で。これは冒頭に非常にいいこと書いてあったんで、ちょっとシェアしたいんで、ちょっと読み上げさせていただきます。これ、梶信行さんという学者の方が書いてる本ですね。中高新書です。読んでいきますね。はじめに、葬式と儒教と。儒教とは何か、葬式を例にとってみよう。葬式の中に儒教が落としている影を見ることができるからである。日本で葬式といえばまず仏式であろう。葬式があると聞けば日本人の大半はまず仏式と思って数珠を持って参列する。私は真言宗信者としてすでに受戒しており、仏式葬儀を心得ている。ところが参列してみると、参列者のほとんどが仏式葬儀において最も大切なことが分かっていない。すなわち参列者のほとんどが人の拝み方を間違っているのである。葬儀上、例えば寺院の本堂としよう。死者は僧侶でなくて一般人としよう。その時、参列者のほとんど100%の人は、葬儀場に安置されている死者の棺や写真や白木の位牌を拝んでいる。特に写真に向かって拝んでいる。あれはおかしい。仏教徒であるならば、その寺院の本堂中央に安置されている本尊をこそ拝むべきである。死者の棺は真正面でなく傍らに置いてもいい。なぜなら仏教では、仏、ひいては祝詞、祝詞って法律の方ですね。最高の教えこそ、拝むのが一番大切なことであるからである。そして、拝み賜った本尊の広大な恵みや誉を得て、同志括弧僧侶に導かれて来世の幸福が得られることを、あるいは成仏することを死者に期待するのであるからということです。今だと、ほとんどセレモニーセンターでしょうけども、お寺でやることもあんのか。告別式とか言ってお参りするときはですよ、どこにお参りするんだと。みんな遺影にお参りしてると、あれ間違ってるって言うんですね。本尊に向けてお参りしろって言うんですね。だから遺影とか位牌とか棺とかって別に傍らにあって、どこに、部屋の隅に置いてあってもいいわけですよ。一番は本尊にお参りすると、本尊の他力っていうのは浄土真宗系になっちゃいますけど、本尊の力によってですよ、成仏するってことですよ。それが分かってない人が多いってことを言ってるんですね、これね。で、続きを読んでいきます。もちろん仏式葬儀や寺院で行われるとは限らない。むしろ自宅に会場をしつらえて葬儀を行うことが多い。その場合でも仏式ならば、その会場に本尊を必ず安置する。その本尊は暫時仏壇の奥に増します本尊を遷して良い遷して安置して良いのだが、多くの場合別の臨時の本尊を安置する。どういう本尊かというと、その宗派を代表する名号を記すことによって本尊を象徴化した掛け軸であるということですね。本尊が一番、そのお寺の本尊を安置すりゃいいんですけど、会場にね、持ってきて、持ってこれない場合は、私の住んでる善光寺ってありますけど、善光寺のご本尊持ってくるわけにいかないんで、本尊の名号を書いた掛け軸を持っていくってことですね。創価学会ってありますけどね、本尊の問題で揉めますよね。日蓮召宗から破門されちゃってんで、本尊、お寺が本尊貸してくれないけど、葬式やんなきゃいけないってことですよね。友人葬とかいう形でやってんでしょうけども。で、掛け軸が必要になるわけですね。で、これはどういう、これは各宗派の名号だと。で、具体的に何が書いてあるかというと、続きですね。例えば、真言宗系なら、南無大師遍照金剛、浄土宗、真宗系なら、南無阿弥陀仏、禅宗系なら、南無釈迦尼仏、日蓮宗系なら、南無妙法蓮華経といった、その宗派の象徴となっている重要な言葉、名号を、一行に記した掛け軸をかけ、それを本尊とするということです。本尊を持ってこれない場合は、掛け軸を、名号を書いた掛け軸を本尊の代わりにかけると。で、そこに拝むってことですね。で、続きです。だから、拝め拝め拝むべき対象はあくまでも本尊としてのこの掛け軸である。
この掛け軸への拝礼が終わってから棺に対して思いを致すべきである。これが仏式葬儀における最も大切な点であるってことですね。まあ、このことすらまあほとんどの人は知らないってことですね。私もこれ読んで初めて知った。まあでも一応ね、まあ私も最近仏教に興味があるんでね、その一応岩波文庫で出てる浄土三部経とかね、まあ親鸞の教行新書とかね、まあ、持っててバラバラ巡って読むんですけども、正法眼蔵とかね、道元の、まあどうやら名号が大切だってことは分かるんですよ。だ名号、その南無阿弥陀仏とかね、南無妙法蓮華経とか南無釈迦二仏っていう言葉が重要だってことは、まあうっすら読んでらあかんですけど、まあ何て言ったって本尊が大切かって、や仏の実体なんてこの世にないんですから、まあ仮初めの姿ですよね。いくら本尊とはいえ物になってるわけじゃないですから。でもそれが一番大切で、それの力に、その力ってっていうのは、ほら、あがめ立つまつらなきゃいけない問題ですよね。だというのは、まあ、だんだん分かってきたということです。で、続きですね。その掛け軸への拝礼から、拝礼が終わってから棺に対して思いを致すべきである。これが仏式葬儀における最も大切な点である。これに比べれば他のこと、例えば数珠をどう持つとか、焼香の時にこう何回つまむとか、遺族にどう会釈するとかなどということは、論ずるに足らない小事である。お焼香何回つまめばいいんですかみたいなね。数珠はどうやって持ったらいいんですかとか、そんなことはどうでもいいんです。そう、ご本尊に向かって拝むことが大切で、その次はまあ、棺に入ってる、ご遺体に対して、まあ、なんか、まあ、お悔やみ申し上げるとか、家族にお悔やみ申し上げるとか大切なんだけども、一番大切なのは本尊に、本尊の広大な恵みや欲を得て、来世に、まあ、仏さんになっていくってことですね。成仏できればっていうことですからね。それを死者に期待するんだから、それ以外のことが、そんな、二次的なことだと。マージなら周辺部分の問題ですね。まあ、でも、そのマージナルな部分で、仏壇とか、なんか、数珠とか売って成り立ってんだっていうことですよね。マージナルエフィシエンシーですよ。ケインズの言うね、限界紅葉が別の、ご本尊に限界紅葉なんかないんですから、周りのものにお花とかなんかいろんなものに限界紅葉があって、まあセレモニーセンターの収入になったりしてるね。そういうことですよ。で、続きです。しかし仏式葬儀参列者のほとんどの人は個人の写真を仰ぎ、棺に向かって礼拝し、故人を思い泣き、何回も香をつまんで焼香し、重々しく家族に挨拶しているだけであって、本尊に対しては全くそ知らぬ顔で退場する。葬儀業者もいたずらにゴテゴテと祭壇を盛り上げ、本尊の掛け軸を見えなくしてしまい、個人の写真や白木の位牌を伝統大きく正面前面に据えて、あたかもそれが葬儀の中心であるかのようにしつらえている。多くの葬儀業者では、仏式葬儀とは何かということがよく分かっていない。だから会場入り口に仏教とは何の関係もない水車などを置いて回したりしている。私、この水車見たことないですけどね。ある時私が、某友の、まあ、友達の葬儀委員長をした時、水車のような、そんなものは不要だからのけろと業者に言ったところ、とんでもない答えが返ってきた。のけられません。セット料金になってますから。では人々はなぜ棺を拝むのか。これは実は仏教ではなく儒教のマナーである。厳密に言えば儒教葬儀の十式葬儀の一段階なのである。といえば読者諸子は驚かれることであろう。しばらくそのままでもう少し仏式葬儀の進行の様子を見てみよう。葬儀が始まり、本尊に対する同士の度胸が終わると、同士はさっさと退場する。まあだからお坊さん来て、まあ度胸すれば帰っていっちゃうってことですね。その後遺族たちによって棺に別れの花が入れられる、お花をいろいろ入れたりするわけですよ。でついでに、まあ、お花だとか個人が好きだった食べ物とかなんかね、本だとか、まあ、なんか入れるってことですね。でついで遺族たちが棺を持ち引き出棺となる。この儀式の時不自然さを感じないだろうか。というのは本尊に度胸し死者を導いた同士が出棺前に棺をそのままにしてさっさと先に退場してしまい、なぜ出棺に立ち会わないのかという点である。その理由は簡単である。仏教では死者の肉体はもはや単なる物体に過ぎないからである。
死者は成仏したのである。あるいは成仏しない場合、その霊魂は生の時間から中陰という別の時間に入ったのである。中陰っていうのは中の影と書いて中陰ですね。すると、残る肉体にはもはや仏教的意味はない。まあ亡者の魂を同志が導いてんですから、亡骸は物だとということです。仏教的にはもう意味がないんですね。で、続きは、しかし儒教は違う。儒教ではその肉体は死とともに抜け出た霊魂が再び戻ってきて寄りつく可能性を持つものとされる。だから死後遺体はそのまま地中に葬り墓を作る。それがお骨を重視する根本感覚となっているのである。お骨が大切だっていうのは儒教的な感覚だってことですね。私、西日本と東日本でお骨の扱い方が違うってネットで見て初めて知ったんですけど、東日本ではお骨は全部骨壺に入れるわけですよ。入らない場合はなんか砕いて入れるわけですね。全部の、あの、骨上げの時ですよ。で、西日本では主たるお骨だけ入れて、残りのまあ細かい部分は火葬場の人が預かるわけですね。で、共同墓地に入れられちゃうんですね。ということです。で、これなんで違うのかっていうと、そもそもお骨を大切にするってのは儒教の考え方だと、根本感覚で、仏教とは関係ないっていうことですね、これね。勉強になりますね。私もこれ読んですげえ勉強になったんですけど。まあ、続きです。そうした儒教的立場からすれば、死者の肉体は悲しく泣くべき対象であり、家族、各遺族がきちんと管理すべき対象なのである。出棺の時、仏教的には僧侶は関係がなく、儒教的には家族が関係し、その棺を運ぶのは当然なのである。まあ、出棺というか、その告別式の度胸で、まあ、亡者の魂を導くのはお坊さんの役割だと、僧侶。で、それ以降はもう儒教的な家族との、関係の、儀式、しきたりになっていくということですね。で、続きです。儒教では死者になるとそれを悼んでいろいろな儀式を行う。はじめにまず北窓のもとにベッドを設けて、そこに遺体を安置する。これは儒教の規定である。まあ、北枕とか北向きのなんかっていうのは、これは儒教的な規定だと。その後、順を追って実に細々とした規定のもとに儀式を進行する。そして出棺となり墓地に葬る。死から葬るまでのその間、遺体を家に安置しておくが、このことを貧、もがり、仮もがりという。もがりっていう言葉なんですね。もがりの森って映画ありましたね。なんかね、何でしたっけ。なんとかさんという人が、なんとかさんって、何でしたっけ。誰が、あれ、小野真知子さんかなんか出てるやつですね。女性の監督の人が撮ったやつですね。河瀬直美さんが撮ったのか。海外で評価が高い。グランプリ撮って、カンヌのグランプリ撮ってるんですね。まあ、もがりっていうのは、まあ、古代日本で行われてたけど、まあ、儒教的なもんじゃねえかっていうね、話なんですね。と言っておっしゃってるんですね、この梶先生はね。今日の葬式においてお通夜をしたり告別式が済むまで棺を安置しているのは、儒教におけるもがりの残影なのである。もちろん日本における古来からの習俗とも融合はしているが、以上のように儒教では死からもがりの儀式を経て遺体を地中に葬り、さらにその後の儀式は続くが、そういう一連の儀式全体をもという、もに服するのもですね。遺体を埋める層は、墓礼の一段階に過ぎないのである。だから儒教的には葬式ではなくて、喪式が、冠婚葬祭ではなくて、冠婚葬祭が、冠婚葬祭の層っていうのは、葬式の層じゃなくて、冠婚喪祭ですね。もってつ言葉が正しいと。しかし、現代日本語では葬式という言葉で表すようになってしまっているので、以下本書においても葬式葬儀という言葉を使うことにする。だから、冠婚葬祭の葬式の部分は儒教的な部分、礼ってやつですね。礼儀、作法、しきたりっていうのは全部儒教から来てるんですね。一連のその細々とした段取りっていうか、規定ですよね。この規定がないと統治ができないってことですよ。だからすごいやるんですよ、セレモニーっていうの。
儀式儀式でもう卒業式の儀式、蛍の墓歌って卒業式の練習何回もさせる、やりますよね。小学校の時に何回も卒業式を練習してなんだかなと思ってたんです。あれをやらないと統治できないってことなんですよね。東アジアの統治方法っていうのは、義とか礼とかで人民を統治していくってことなんで、何回もセレモニーの練習させるってことですね。で、細かな規定を使ってやっていくと。で、あんなもう全然コスパが悪いんでやめた方がいいんじゃねえすかみたいなことを言うと、まあそうは言ってもやめらんないわけですよ。アナーキーになっちゃうんですね。で、アナーキズムでいいんじゃないかっていう人が、まあいるとしたら、まあその人は道を失ってると思いますけども、まあそれが多数派にはならないですね。これはでも日本人の奥底にあるもんで、文化の根本にあるもんだから、儒教的なもんがみっちりこびりついてますから、中国から来てる。これなくなることはないでしょうね。で、なくなることがないと、それに変わるものがないと、まあ日本人がみんなクリスチャンになればですよ、なくなるでしょうね。クリスチャン、まあクリスチャンでてカトリックのやってるのは、周遊の儀式とかね、おでこに最後に油塗ったりするわけですよ、オリーブオイルとかね。神父とか呼んできて、牧師さんとかね。まあ全部聖書から導いた儀式、セレモニーあるわけですね。クリスチャンだとね。だからどっちみちセレモニーから外れることはできないと。で、そのセレモニーっていうものを踏まないで死ぬってこと自体はもう国家に対する反逆でってことになってくるんですね。国家なり教会なり、に対する反逆だと。そういうことをやるやつはもうすごい憎まれるってことですね。これはなぜ自殺がなぜダメなのかっていうと、全ての段取り無視して死ぬからですね。で、これは非常に統治してる側からすると困ることなんですね、これね。で、まあ私、ショーペンハールの自殺についての解説も今してるんですけども、まあ、ショーペンハールはそのことに気づいてますね。なんで自殺がいけないのかっていうと、まあ、アリストテレスは国家への反逆、不正だって言ってると。まあ、それが一番正しいんじゃねえのかと。勝手に死ぬってことは、国家のやってるセレモニーとかいろんな規則、刑罰があるわけじゃないですね。自殺未遂で死刑になるって言ったら、自殺に失敗したことが罪だってことになっちゃいますよね。自殺に失敗したやつが罰を受けるってどういうことだって話になりますよね。で、それは矛盾してんじゃないかと。じゃあうまく死んだ人は罪に問われないけど、未遂だった人は死刑判決だったら、こんな滑稽な話じゃないってショーペンハールが言ってると。で、なんでそういう滑稽なことが起こるかというと、国家とか教会がやっぱり人間の死の段階っていうのを規定化して司ってる。まあ井伏松次先生の黒い雨の中にありますよね。その死者を土葬にしていいのか火葬にしていいのかは国家が決めることだって言って、重松っていうね、主人公が言いますよね。まあ井伏先生もそのことは分かってたってことですね。井伏先生っていうか、まあ昔の人は分かってたってことですね。今はちょっともう分かんなくなっちゃってると。まあ分かってる人は分かってるんですけど、私も知らなかった。この本を読んで初めて知りましたけど。まあ儒教について関心が湧いてきて、いかに我々の住んでる社会が儒教的なもので縛られてるかっていうか、それがすごい分かってきましたけどね。で、続きです。さて、儒教的には死者の肉体は焼くべきではない。かつては遺体をそのまま土葬することが多かったが、それは儒式である。儒教式ってことですね。仏式は、仏教は火葬にする。死者の肉体は仏教的意味が認められないからである。まっし、焼いた後の骨を拝むなどということは仏教的におかしい。まあ、キリスト教だとね、最後の審判の日に戻ってきますから、土葬ですよね。だけど、仏教的には別に戻ってなんか来ないんで、まあ、輪廻はするでしょうけども。天人、人間、畜生道、ガキ道、地獄とかいろいろ6つのところを輪廻してるわけですよね。で、そこから下脱できた人はお釈迦様ですね。で、続きです。ただ、お釈迦様が亡くなった後、その骨を納めた塔が建てられ、崇拝されているのは例外である。ついもの極まった形に過ぎない。このように仏式葬儀の中に、儒教式の葬儀の儀礼が取り込まれているのである。いや、あえて言えばインドにおける本来の仏教に果たして今のような葬儀の儀礼があったか疑わしいのである。
ということです。あ、まあ全部読みますか。例えば明の時代の中国人儒者は教春はこう言っている。仏教は中国の伝統の模礼や祭祀の仕方を盗んで葬儀や法要の諸儀礼を作っていると。括弧文公家礼儀説上。ただし誤解なきようにあえて記すが、日本の仏教はもちろん優れた宗教として存在する。私は仏教信者であり、儒教ありつつ儒教的感覚の中を生きている。一方、儒教に葬式儀礼があるのかと問う人がいる。愚問である。儒教こそが葬儀を重視し見事に体系化しているのである。葬儀儀礼を抜きにして儒教は存在し得ないと言って過言ではない。儒教こそ葬儀を本分としている。そしてこの葬儀を通して、儒教は宗教へと一直線につながっているのである。だから心でね、乃木将軍が明治天皇の亡くなったと殉死しますよね。まあ、だから殉死っていうのも、まあ、ちょっと殉死が儒教とどういう関係あるんですかね。まあ、ネットで調べろって話ですけど、ネットで調べて出てくるんだか知らないですけど、純烈って言いますよね。純烈、あの紅白に出てた純男烈士って言葉なんですね。それから純烈って取ってんでしょうね。それは置いといて、純子っていうのは、ああでもそこら中である。まあ古代中国か。純子っていうのはどこから出てきたんですかね。なんかまあちょっとわかんないですね。まあウィキペディア程度だと書いてないですけども。純男烈士。純男烈士って言葉あるんです。これも出てこないな。まあいいや。で続きです。にもかかわらず儒教は死を語らないと誤解され、ただ倫理道徳を教える資格紙面のイメージとして理解されている。それは大きな誤りである。儒教こそ実は死と結びついた宗教なのである。このことは本書にこれから述べていく。さて、僧侶で拝礼出棺した時と来た僧侶で拝礼出棺と来たのであるから、もう少し葬儀の進行を追って見てみよう。葬儀の帰路、回送者に対して遺族側は当礼としてご挨拶する。この時清めじを、塩を小さな紙袋に入れたものというものがよく渡される。これは一体何なのか。まあセレモニーセンターでやっても最後塩もらいますよね。袋に入った塩で、葬儀が終わって帰宅して家に入る前、この粗めじを体に振りかけるのである。まあ私振りかけたらもらっても振りかけないですけども、あれは何かっていうと、なぜなら葬儀に参列し死者と関わり死の汚れがついたであろうから、それを除くためには清めじをと言ってるのである。死者の汚れ、これは儒教でも仏教でもない日本古来の死生観であり神道につながっている。日本人は死者を汚れたものと考えてきた。その点中国人儒教やインド人仏教と異なる。清めじは中国人とかインド人やんないってことですね。なぜかというと死者が汚れてるって考えないからですね。で、日本は古代神道から死者が汚れたもんだと考える。だから清めじをやるってことですね。で、続きです。しかし古来の習慣の伝統は絶えない。日本古来の死生観は仏式葬儀の中にも取り込まれちゃんと生きている。儒教式葬儀と日本人の死生観と重層するところはいくつかある。それは後に触れることにしよう。いずれにせよ現在ごく普通に行われている仏式葬儀の中に実は儒教や神道の考え方が色濃く流れているのである。しかし人々は普通それを意識しないままでいる、いや実は知らないままであるというのが正確であろう。そして一方、儒教といえば一般にはただ倫理道徳としてしか理解されず、しかも古い封建的なものという否定のおまけまでもついているのが現状である。さらに言えば、世に仏教やキリスト教の概論書は山ほどあるものの、儒教概論書は数えるくらいしかない。しかも仮にあったとしても、私の目から見ると現代人の要求に対して答えうるようなものではない。それどころか儒教を不十分に あるいは誤って理解しており、むしろ逆効果のようなものさえあるということです。
ということです。だから日本の葬式っていうのは仏教と儒教と神道が合わさったもんだってことですね。まあいろんなもん合わさってやってる。で、とりわけその遺体に対していろいろやるっていうのはこれは儒教だと、仏教と関係ないわけですよ。ということになるってことですね。で、なぜいろいろしきたりとか儀礼とかがあるのかってことですね。この儀礼ってものが統治する上ですごい重要だっていうことを孔子様も老子も説いてますよ。それはパラパラ読んでても、で、何のためにそれをやるかっていうと、まあ、任を見て法を解けって、人を見て法を解けっていうこともあるよね。儀礼がないと収まらない人たちがいるわけですね。小学生たちってほっときゃわーわー騒ぐんで、整列させて、歌でも歌わせて、セレモニーに参加させないと、収拾つかなくなると。学級崩壊みたいになっちゃいますよね。ああいうこと、第一段階ですよ。あの段階を超えて、仁義とか、仁義礼とか、いろいろあるわけですね。儒教的な徳目が。で、孔子も、老子も言ってますけど、そんなもん下の方の話だと。ごく。そりゃ、阿弥陀如来が、白い布を一枚つけてるだけなのに、菩薩がゴテゴテ着飾ってんのと一緒で、仏になろうと悟ろうとしてる人は、すごい、イヤリングとか、ネックレスとかいっぱいしてるわけですよ。でも、如来になるともう何もつけてないわけですよ。それは、任を見て放っとけ。最初は綺麗なもんじゃないと、反応しない人たちがいると。礼儀を教えてやんなきゃ、動物状態に近い人たちがいるから、礼儀をまず教えてるわけですね。で、その最終段階に道があるってことですよ。で、道っていうのは、これはもう、何ですかね。これこそ、非常に抽象的な哲学的な概念になってくると、そこにたどり着くのはなかなか難しいし、説明するのも難しいってことですね。で、心の啓って男はその道っていうものをすごい考えてたから死んじゃったんですね、おそらくね。ということにつながってくるんだなって最近分かった。 ということです。で、だから何なんだって話ですけども、まあ ヨーロッパの哲学も一緒なんですよ。言ってみれば、カントはヌーメノンっていう純粋理性批判の後半部分でヌーメノンの話をすると、英知的存在者っていうのは認識の外側にあるんだって言うんですよ。まあ、言ってみれば道ですよね。道とか阿弥陀如来とかと一緒のものがあるって言ってるんです。英知的存在っていうのは。で、我々の認識の外側だって言ってるんですよ。で、それは、カント的に言い換えた話です。仏教とか儒教の話をね。で、そういう考え方は世界各国あるわけですよ。で、ある種のその認識的な枠組みを自分で理解してないとそこにたどり着けないと。理解できない人は、小学校じゃないですけど、入学式と卒業式の練習をたくさんさせて、歌を覚えさせて、卒業生の皆さんありがとうとかやるわけですね。答辞とか読むわけですよ、ああいう例をやんないと、最低限の統治ができない。で、統治ってのは、ただ、その強圧的に権力行使して統治するんじゃないと、自分たちが自分たちで、まあ、豊かな社会っていうのは、どうやって成り立つのかっていう問題が、東洋的な問題があるんですよ。それは老子がたくさん書いてることですけども、統治してることが分かんないぐらい巧妙な統治ってのがあると。それでみんなが豊かになったら一番幸せなんだっていうのが、まあ、東洋哲学、政治思想ですね。まあ、それは孔子も老子も書いてますよ。で、それは何によって可能なのかって、みんなが道が分かることになる。そういう状態になれば、おのずから収まるんだと。そんな民主主義のプロセスだとか、議員内閣制だとか、そんなもんどうでもいいって言ってんですよ、はっきり言って。そんなもん後から入ってきた。まあ、その儀礼とか、選挙だって一つの儀礼ですよね。行った方がいいんでしょうけども、まあ行かなくても選挙に行かなかったっていう意思は示されますよね。まあでもそれは非常に政治的な部分では表面上の話であって、お葬式でお焼香するか、投票するのなんてお葬式でね、1回お焼香するのか2回お焼香するのかって話ですね。それと大して変わらない。本質的な問題は別のところにあるってことですよ。
で、本質的な問題は別のところにあって、道とかご本尊とかそういうものが政治を司っている。まあ塩暮らしはそうですけども、ヘーゲルはあの東洋人とみんな塩暮らしだと神によって統治されてるんだって、まあ、言ってますよね。まあ私はそれはそうだと思うんですよ。で、人による統治だって言ってデモクラシーだって言っ て大してうまくいかないですよ。あの形ばかりになるし。で、民主主義が死んでしまうとか、民主主義の虚妄とか、民主主義の虚妄にかけるとかいろいろ言ってますけども、まあ、虚妄でしょうね。でも、ないよりはマシですよ。それすらなくなれば卒業式もアナーキーになっちゃって、あの夜の校舎窓ガラス壊して回るみたいな、あの尾崎豊の世界になっちゃって、もうこんなみんな、あのね、この支配からの卒業だとか統治からの卒業だとか言って、あの話になっちゃいますよね。いや、まあ、それは気持ちは分かるんですけど、嘘ばっかじゃねえかと、欺瞞だらけじゃねえかっていうことは、まあそうは、それはそうなんですよ。でも欺瞞だらけだっていう人は道を分かってないと欺瞞だらけだって言っちゃいけないわけですね。それは統治する側の論理が分かってないよ。ただ反逆すれば自分自身だっていうのは単なる権威主義ですから、反逆している自分がに酔ってるナルシシズムでしかないんですから、言ってみりゃ。で、それが多数派を取ることはないし、まあ、あの与党に なり変わろうとしない野党の考え方だし、あるいは自分たちが経営者になろうとしない労働組合みたいなもんで、ただ反対のための反対の人たちになっちゃう。で、そういうものを乗り越える考え方として道ってものがあるっていうことですね。これはだからすごい恐ろしい思想だな、思想っていうか東洋思想のご本尊は道だっていうことですよね。今の政治って人がやりくりしてますよ。まあ、あの東日本大震災から8年経ちましたけど、人間が人間でやりくりしてどうしようもない問題は、とりわけ原発問題残ってますよね。廃炉の問題ね。原発どうすんだと。人間が作ったけど人間が管理できないもんですよね。この問題は日本の政治風土に関わる問題だなと思うんですよね。まあ、その科学技術の暴走だとかあるんですけども、まあ人が人を管理するっていうと無責任になっていくってことですね。でも、なぜ無責任なのかっていう、人が人を管理すると道が見失われていくからですよね。だったら道に戻ろうっていう、じゃあ道って何なんだっていう哲学的な問題にたどり着かないと、自分たちが自力でそこにたどり着かないといけないと。その精神運動が今ないんですよ。言ってみれば、あの亡くなった死者の棺を取り囲んでワン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 泣いてる状況ですよ今。で、ご本尊の方忘れちゃってるんですよ。いくら葬式やっても位牌とか白木の位牌とか棺とか、生前の遺影とか、いつまでもいつまでも拝んでしまってると。で、こういう状態になっちゃってるわけですね。で、それはそれで、全く下の段階で、道の段階から儀礼の問題ですよ。儀礼の問題で揉めてて、道の問題が見失われてるっていうところがあるから、精神上の混乱が混乱のまま放置されて8年経ってるっていう。それは原発の放射能がどうだって問題じゃないんですよ。我々が見失ってるものがあまりに大きいっていうか、まあ見失ってるわけじゃないんだな。でもな、それがやっぱりそこを一番支えてるのは皇室とか天皇制って問題になってきちゃいますよね。どうしてもね、振り返って広く見るとね。で、ここでまあ改元がありますけども、これね、あと2ヶ月で平成も終わりますけども、まあ新しい即位の式がありますね。まあちょっと最後についでに話したいんですが、荻生徂徠っていう人がいるんですね。この人は朱子学をすごい批判した人なんですけどこの人だけは異界を持ってないんですね。他の宣長とかね、伊藤仁斎とか、まあいろいろ江戸時代の学者がいるわけですよ。みんな従四とか正四とか、朝廷から位をもらってるわけですよ。とりわけその昭和から平成に変わった時に、国学者とか従者とか昔の人ですよ。昔の人に位階を与えることが行われるわけですね。改元のおめでたいってことで。で、ずっと荻生徂徠だけ無視されて、何ですか、位階がないんですよ。贈位されてないんですよ。
ほったらかしになってるんです。普通の人になっちゃってるんですね。で、俺なぜかって問題が、これ丸山さんが書いてるらしいんですけども、まあなんかやっぱり国家とか道とかにすごい徹底的に反抗してる人だからだっていうことらしいんですけども、まあでも、人気のあった学者なんですけども、まあ落語とかになってるぐらい人気あるらしいんですけども、まあそういう問題が今もあると。まあこれ平成に変わってね、荻生徂徠に贈与されたらすげえなって思いますけど、なんかそういうのもあんのかなとはね。贈与ってなんですね。だから昔のその学者さんとか亡くなった方に、その、朝廷からっていうか、皇室から、まあなんかその、あれですよ。ね。何でしたっけ、賞1位、2位とか、あるわけですね。順番にね。源氏物語読んでれば分かりますけど、その14位から天井に入れるわけですね。大代理だか、その、天皇陛下が住んでるとこ入れる資格になるわけですよ。その、それ、異界を持たないと中に入れないわけですよ。ウィキペディア見れば分かりますけど、像に異界14位とか上げてんですね、昔。なんか江戸時代に白い像を連れてきたんですよ。で、天皇陛下に見せようって話になったんですけど、異界がないと、その朝廷のね、大代理に入れないから、御所に入れないんで、しょうがないから像に、重視だか正視だかあげたってことですね。だからそうしたら天皇陛下と会えるんですよ。だから異界のない人は会えないって昔はなってた、今はそうじゃないですけども。で、異界問題ってなると、贈与の問題があって、なぜか荻生徂徠だけもらってないって問題が、まあ、全然余計な話です。私も知らなくて、野口武彦さんの荻生徂徠って本書いたら冒頭に書いてあったんで、まあそんなことは分かったと。まあそれだけの話です。長々話しちゃったんですけど、まあ、なんか、ありがとうございました。何がありがとうございましたんだかわかんないですけど、まあ、ということでした。以上です。